キラッと光る。そうか、こういう付け方クリップあるんだ。はい、ちょろっとあげるにはいいんじゃない、和義に。和義、和義かわいい。教育テレビみたいになってる。はい、おはようございます。おはようございます。今日はどこにいるんですか。伊勢丹新宿本店の1階ですね。何があるの。シード&リーフ。シード&リーフ、はい、何しに来たかと言いますと、はい、ホリデーシーズン。はい、ホリデーシーズン、ありがとういうシーズンじゃないですか。そうですね、まあ、年末のプレゼントみたいなね、自分へのとかでもいいですし、ね、そうそう、あと親にもあげなきゃいけないし、はい、お姉にもあげなきゃいけないしそういう雑貨が揃ってる。そう、しかも老若男女年代広い。広い。そう、うん、なんかさ、親にあげると結構さ迷わない。ちょっとそうかもしれない、ね、同じ世代とかさ、下とかだったらあげやすいけど、はいはいはい、親何あげたらいいか問題だったりとか、ちょっとお世話になってる人とかにどういう感じのものをあげたらいいかっていうのを幅広く見れる場所がございます。今日はそこを案内してもらおうと思って、い伊勢丹一の美女を呼んでおります。あの、はい、噂のめちゃめちゃ入りづらいと思いますけど、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、こんな入りづらい言い方でやっちゃって伊勢丹新宿店本店、本館1階伊勢丹シードリーフのソーシャルメディア担当の岩田と申します。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩田さん、このお店なんですけど、改めてコンセプトみたいなのをお伺いしても大丈夫ですか。はい、食、コスメ、うん、あと雑貨など、うんうん、バラエティに富んだアイテムを取り揃えた伊勢丹シードと、シーズンを楽しんでいただけるファッショングッズを取り揃えた伊勢丹リーフの2拠点で構成された伊勢丹新宿店の本館1階の、セレクトショップとなっております。岩田さんがおすすめのところは早速見ていきますか。じゃあちょっとリーフから行ってみます。リーフから行きますか、うん、そうだね、シーズンもんだしね。そうですね、ちょっとこう見たいですよ ね、はい、こちらどうぞ。はい、左に曲がっていただきますと、はい、見えてくるのが伊勢丹リーフでございます。こっちがリーフ。はい、こちら側がリーフです。あ、確かにお洋服屋さんとかもあったりとか、そうファッション系な感じがしますね。シーズンを感じられるアイテムがわっと揃ってますね。はい、確かに確かに、ストールだったりとか、はい、だんだん寒くなってきたしね。そうですね、一気に冷え込んでまいりましたよね。ね、どこまで、うん、どこまで、ね、ここまでが入って、入ってるずーっと、結構悪いんだけど、ずーっと行ったよ私も途中まで、どこで止まるんだろう岩田さんはどこまで行くつもりだろうって最後まで行ってしまいました。ではまずはちょっと中に入りまして、はい、アレキサンドル・ド・パリからお勧めしたいと思います。アレキサンドル・パリですね。ヘアアクセサリーが結構メインかなっていう感じ。うんうんうん、結構なんかこう可愛い系というか、そうですね、エレガントなアイテムが多いかなと思います。定、うん、番で人気なのが、はい、こちらのベルベットのカチューシャになります。へえ、でもいいですか。はい、もちろんです。細かいアレキサンドル・ド・パリがちゃんとね刻印されたりとか、太いのでちょっと細いのと、ちょっと着てみて、ぜひつけてみてください。おこういうこと、あ、うん、すごく似合ってらっしゃいます。はい、さっき私三つ編みしてるとさ、うちのお姉にさフリーダカーローってよく言われるの。あ、大好きです、フリーダカーロー。ですか、はい、すごいなんか嬉しいんだか嬉しくないんだかみたいな。私がここにあのつけまつげを真ん中にここバババババフリーダカーローって、ね、眉毛つながった人なんだけど眉毛つながった人の言い方前なんだけどすげえお姉にいじられんの。今日あの裏テーマで、はい、うちのお姉に何かあげようかなって思ってるの探してるから。それも考えてるんですね。そうそうそう、はいはい、この間ね、あのワインをおごってもらったんで。あ、でも可愛いね。可愛いです。このシリーズのデイリーにも使えますし、うんうん、オケージョン、ウェディングなどにあのつけるようにご購入される方もいらっしゃいます。しかもベルベットだからちょっとクラス感出ますもんね。出ますね、はい、あ、細いのもやってもいいですか。ぜひお預かりいたします。細いのは細いので可愛いね。可愛いですね、はい、どちらもすごい似合ってらっしゃいます、ね、いいね。細いのが 16,500円、大きいのが、はいはい、税込み価格 19,800円でございます。ちょっと上げやすいかも。もう、うん、クリスマスプレゼントには良きかもよ。結構プレゼントでも喜ばれることが多い。あのもらったら嬉しいですよね、絶対ね、はい。他はどんなものがおすすめなの。あとはヘアクリップもすごく人気でして、ホリデー感がある。あ、確かにキラキラしてる。へー、本当にあの気軽にハーフアップをした時にちょっと止めたりすると可愛いなって個人的に思います、うん、もうざっくりとキュッと止めてしまって、うんうんうん、デニムとかでも可愛いなって。確かに確かに、ざっくり感いいね、はい、
ラフなのにまとまりますね、うん、そうなんです。へー、本当にデニムの日なんかにざっくりとつけるのにおすすめです、うん、確かに確かに。であとはパールがあってみたり、はい、パールがついてると一気にエレガントな雰囲気が増すので、うんうんうん、それこそウェディングに参列される時だったりお呼ばれの時もすごく使いやすいかなと思います。しかもねクラス感ありますからね、アレキサンドル・パールっていうね、はい。でそれの、バレッタバージョンもござるよと、はい、そしてお花にパールが朝露のようについてますね。ついております。で黒 と、ピンク、ピンクベージュ、はい。ママとかにいいんじゃない。確かに3月なんかの卒入シーズンもすごく使えそうですよね、うんうん、そう様々なシーンで活躍するバレッタじゃないかなと思います。うちなんか今ちょっと上げたい人がちょっと思い浮かびました。本当ですか。うん、ママはヤンキーだからダメなんだけど、うん、義理のお母さんは可愛いからいいかなって思った、うん、エコさんねエコさん喜ばれると思います。エコさん喜ぶかなって思った。可愛いんですよ。横とかにタッと止めていても、あ、可愛いなって思います。確かにそうだね、はい、あ、確か岩田さんくらいの年代の人も全然ありなんだ。ちょっと上の方の年代の ママ世代の方がいいかなと思ったけど全然ありだね。もう可愛いと思います。可愛い、ちょっとロマンチックなテイストの日につけたいクリップです、うん、確かにちょっと甘々な感じの時とかね、はい、幅広いね。案外いけるのか。そっか、あ、なるほどですね。あ、でもすごい似合ってらっしゃいます。いけそう。なんか同じ色でダブルつけたりしたくなっちゃいますね。そうだね。ちょっとでか大きすぎるけど、これ あれかもあれかもしれない、あれかもしれない、あれかもしれない。可愛いぞ。同じ大きさでこれ可愛くない。すごい可愛いです。確かに。あ、なるほどね。つけないで分かんないねこれ私用かもしれない。あ、もう、うん、ちょっと、あ、でもまだ早い。他はこちら、ほう、ザ・ヘアバー東京というセレクトショップなんですけど、ヘアバーとこっちもヘア系なんですね、はい、こういうのが結構つけやすそう。ちょっとあの腕につけておいても可愛いですしね。ほら、ヘアゴム。個人的にこのシリーズもすごく好きで、うんうん、ラインストーンのヘアピンなんですけれども、1個3960円なので。安い。そうなんです。ポイントだったらピンク可愛いよね、はい、こういう感じ、ね、10個ぐらいつけても可愛いですよね。ダーってやりたい。ダーって、こういったあまりカラーは使いたくないのよという方はブラックもすごくおすすめです。ちょっとツヤっと光るくらいなんですけれども、あ、それがちょっとキラッとしてる感じだね。そうなんです。すごく可愛くて、これうちのお姉いいんじゃない。お姉超地味なの。茶色の服買った時に、うん、茶色の服着たことないって言われた。あ、黒とかが多いってことですか。うん、前にいいんじゃないか。マイシリーズ。前とレイなんですよ。前とレイ、うん、ヤンキー出身って感じするでしょ画数多いからえ、これってもしかしてこの4つギフトってこと。ギフトボックスでございますね。おお。ロングの方ですと本当にこの写真のようにいっぱいつけても可愛いですし。あ、絶対可愛いやつやんか。あ、お、かわいい。あ、こうもできる。もうどこでもつけどこでもいけるね。ちょっと後ろとかにつけてもかわいい。いや、かわいい、絶対かわいい、絶対かわいい。後ろから見たらキラキラ光ってるみたいなのも素敵だと思います。なぜだか光ってるやつですね。あ、かわいい。これ自分用ですね、これ自分用なんかい。これ自分用ですね。お姉にあげようと思ったらやめときます。私の方がかわいいから。あ、じゃあまだまだ、はい、この中でもまだ他のブランドもありますよね。ちょっと待って、ね、まだこのシリーズもこれだって、だって絶対可愛いんだもん。絶対可愛いんだもん。シーズンのものがここにタートルストーリーもこのシリーズがすごく人気で、へー、そのシーズンに合わせたモチーフのものが出るんですが。あ、だから雪とかそういう。そうなんです。雪、あのジンジャーブレッドマンだったりトナカイもおりますし、シンプルにつけたりしても可愛いですし、本当にそのシーズンを楽しんでいただけるモチーフのものがたくさんございます。絶対これどう可愛いけど絶対さっさと行けっていう顔してるから行った方がいいんだろうなって。クロワッサン可愛いですよね。絶対可愛いよ。クロワッサンとかピザとかハンバーガーとかつけたいやん。パリに行かれるときはクロワッサンとあのエッフェル塔つけていただいて。そうだねちょっと横にずれまして、ジェニファーベールのドレスアップの時につけたいヘアアクセサリーとなっております。フルセットで髪にいっぱいつけるバーやりたいですね、はい、これやりたい。ティアラのようなきらめきガーッと、はい、こんな感じ。これもっとつけたら、もっとつけたらこんな感じ。個人的にすごくおすすめなのが、ペン上げるの、はい、キラキラな。え、つけてつけてつけて。ではちょっと失礼しまして。クリスマスはさ、これくらいさ、やりたくない？クラシカルな、そうなんです、ヘアバンド風ティアラ確かに結構光ってます、ね、結構光ります、うん、ボリューミーだし、うんうんうん、その他は帽子もございますし、あとマフラーがこのシーズン。マフラーいきますか、はい、まずはこちらから。ポッポあれポ
エレガンセーズですね。へえ、エレガンセーズ、イエさん、ハローアゲン。なんか嬉しいね、知ってるものあるの嬉しいね、うんうんうん、しかも結構なラインナップでありますね。そうなんですよ、やっぱり可愛い、すごい似合ってらっしゃいます。安定と信頼のエレガンセーズで。あ、でも他のもある、こっちはエドワードブラウンというブランドになります。すごい触り心地が柔らかくて、あ、本当だ、ふわっとした、うんうんうん、これもしっとり綺麗だね。そうなんです、エレガントなお洋服にも合うアイテムかなと思います。柄物のお洋服を着るときはむしろこれくらいシンプルなのもすごく使いやすいので、1本あると便利なメニューかなと思います。こっちはこっちはほわ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 、これみんな好きなやつじゃん。これはこれはしかも切れ込みが入ってて手がこの指を出せるようになっております。ほんとだほんとだ、かわいい。かわいい、教育テレビみたいになってる。そうだね、二人でこんにちは。携帯がいじりやすいってことだよね。そうなんです、なんだかんだこういじるからね、うん、時にちゃちゃちゃっと出したい時にここまでいかないっていう。ここら辺は、はい、こちらも人気のアソースメレというブランドのものになります、うん、ちょっとこういった形がちょっと変わってる、トライアングルの形が結構印象的な、うんうんうん、最近多いよね、はい、なんかそうですね、こっちちょっとショートみたいな感じ、エレガンセーズも出してますしね、ねえ、うんうん、あれかな、そんなに暖冬だからさ、ガシッと巻くよりもっとちょっと欲しいくらいの時にいいんじゃない、うん、結んだ時のこの形もすごく可愛いですよね。わかるわかる、このちょっと細いやつ、はい、バンダナのあのキュッとした雰囲気が出る感じ、可愛いです。車乗る人にはいいかもね、大きいの出さないかないから、ちょろっと欲しい、ちょっと出入りする時に欲しいみたいな、うん、パパちょろっとあげるにはいいんじゃない、和義に、和義、和義、和義だった、和義か、和義じゃん。だってレさんのチャンネル見て、うん、たまに買ってるらしいじゃないですか、和義ね。パパね、私のチャンネル見てね、アクセサリー買ってた。嬉しいですね。なんか いろいろ複雑だったけどね。あ、そうなん、あ、そうなんみたいな。こっちはザマフラー。ザマフラーです。バトナーの。バトナーですね。はい、みんな大好きバトナー。可愛い。可愛い。フリンジが可愛いですね。なんかここまで編み目の太いやつ結構久々かもしれないです。確かに最近は本当に柔らかいストールみたいな感じだから、はい、でこれ開けていいんじゃない。あ、そうっすね、キャメルもいいと思います。あ、でもキャメルだとね、に肌に馴染んで、わけわかんない。僕はね、僕はこっちの方が多分合う。このプチシリーズもすごく人気で、やっぱショートなんだ。そうなんです、朝晩は寒いけど昼間はそうでもない時にバッグの中に入れとくといいかも。安心です、お守りアイテムですね、ね、はい、あとはこうバラクラバ的なものもあったりとか、はい、スポッとかぶれるのがいいですよね。 ねでちょっとさ、ここにあーフードみたいな、そうフードいうのはちょっと後ろに垂らしてあげとくのも可愛いんですよね。ただ、うん、シードの方は、はい、シードは、食コスメ雑貨など本当にバラエティーに、食もあるんだ。そうなんです、へえ、ちょっといい匂いしてきた。そうなんです、ふわーっと心地変えると、ね、香りが。おすすめしたいのがこちら、うん、キトワというブランドのものなんですけれども、うん、最近それこそバスエッセンス、バスエッセンスがすごく人気ではあって、さっき寒いからね。そうなんです。レイさんご存知キトワ。いや、お初です、お初です。こちらバスエッセンス以外の、うんうん、このパルファムが本当にいい香り、ぜひ見せていただきたいなと思います。普通の気品だけど木の匂いってこと。はい、本当に森林浴をしているような香りで、旅館の匂い、一人でお風呂入れるとこあるじゃん。はい、木のお風呂みたいな。木のお風呂の匂い。ああ。うん。木のお風呂の匂い。香水ですか。香水です。はい。へえー。木にお水がかかった匂い。はいはい。あ、これずっと嗅いでやれるやつですね。癒される香りですよね。癒される。これ持って歩きたい。じゃあ次、悲しいことがあって。シュッシュしながら歩き回るね。香水の他にはどんなものがあるの？香水の他にはお香もあったり、インセンスもおすすめですし、ハンドクリームなんかもプレゼントとしておすすめです。確かにそうだね。いい匂い。私でも個人的にバスエッセンスもらうと上がる。特別な時に使いたいなみたいな。あ、ゆずいい。ゆず風呂に入ってる感覚で。そう、温泉。温泉。でも食べれそう、それなんかも。ジューシーなゆずの香りが。ね、いや、ゆずもいいね。キトワさん本当にリアルな植物の香りだったりっていうのは、うん、
癒されますよね。癒されるね。値段的にもさ、本数上げやすいやつから、うん、まあちょっと上げやすい、うん、自分かな。香水になると私のものになる。2万円超えると自分。自分。はい、次は、はい、続きまして、はい、こちらに移動しまして、うんうん、コールドプロセスという。あ、これだ。昨日ね、うちお姉ちゃんから LINE 来て、石鹸があるから見てくれと。うめえの、めっちゃ飲み友。え、こんなに大々的に。知らなかった。まさかの応援が。そう、びっくりした、はい、どんな石鹸なんですか。固形石鹸っていうと本当にハンドソープみたいなイメージがあると思うんですが、うんうんうん、お顔が洗えるものもございますし。これお顔用なんだね。これはとフェイス用だったり、あとボディがあったりとか、はい、匂いも結構あるんだね。たくさんございます。あ、いい匂い。あ、私これ好きかも。ちょっとね、シダウッドの感じ。うんうんうん。へぇ、ライスウラン。あ、米ぬか。あ、これ米ぬかが入って、すごく人気の。あ、しっとりしそうだね。はい、人気なのだと、何これ、チョコレートっぽい、ちょっとギフトでもらうと嬉しくなっちゃうようなサイズ感でして、うんうん、これ割って使うってこと。そうなんです。あの、旅行される時だったりにすごく便利で、うんうん、なんか自分のお気に入りの石鹸を持っていきたいって時に、うんうん、少しだけその日数分割って持っていくことができるので、うんうん、そうなんで す, す, すで。確かに。これ、え、じゃあ1かけでどれくらい使えるの。5、6回使いました。じゃあ3ブロックくらいあればパリ行ける。行けるかもしれない。行けるね、うん、いけるね。ホテルの石鹸ってたまにがっかりする時結構あるから。あります。ね、念のため持っておくっていう分にはいいかもしれないね。あと自分のお気に入りの香りというだけで結構テンションも上がるので。上がる。これは何。中村桃子さんというイラストレーターの方とコラボした、限定パッケージのギフトボックスになります。2つ入ってるんだ。そうなんです。石鹸がこっちとこっち。で、こっちは3つセットセットで入っております。このギフトボックスの中には全てこの洗顔ネットも入っておりまして、固形石鹸をこのまま中にスポッと入れて。あ、中に入れるんだ。ポンと入れてクシュクシュってやったらもう泡立ちます。わーって。はい、すごい。こんなものまで入れてくれてるの。こういう固形石鹸って泡立ちがどうなのかなっていうちょっと心配もあったから、これ嬉しい。ふわふわな泡になります。ふわふわ。続きまして、はい、実はシードリーフの中には今、香りものたくさんご紹介させていただいたんですけども、うんうん、乾くものもたくさん乾くもの、はい、取り揃えておりまして、ほうほう、本日はくるくるっと回っていただいて、くるくるっと回っていただいて、こちらボナベンチャーさんもご紹介させてくださいませ。あら、お、これも。これは私夏ぐらいにちょっとやりましたね。やりましたね。やりましたね、うん、見て持ってる持ってる。カード入って、ここにもね、持ちがあるから領収書とか入るから、うん、便利。そう、実はめっちゃ便利なの。横から見た時にちょっとシルバーなもの素敵です。すごいスタイリッシュ。こんな感じです。あ、ちょめっちゃ使い込んでるから。本当すいません。愛用されている。本当すいません。この色汚くない。実は伊勢丹新宿店の、あの、先行カラーになります。へー。このボルドーとゴールドの組み合わせが本当にラグジュアリーで、男性の方にもおすすめなカラーです。この色味だったらね、落ち着いてるし。あとこれとか、これラグジュアリーじゃない。ぜひアケピさんに。アケピ、アケピでもなんか耳になんかうどんつけてるイメージないんだけど。うどんはつけてないです ね, ね, ね、違うやつつけてます。うどんとセットでプレゼント。あ、うどんとセットで。え、いいですか。大丈夫大丈夫。もうこっちも見ない。何の話してる。何の話をしてる。続きましてこちらも。消えた。俺のプレゼント話が消された。これはこれは。そうなんです。実は12月6日から、ボナベンチュラのポップアップがあるんですけれども、はい、次の日の12月7日から発売される、バイカラーの巾着バッグになります。中が違うの。へー、かわいい。結構巾着ってキュッて絞ると内側が見えたりするので、バイカラーだと一気に立体感だったりも、ちょろっとかわいい。かわいいですね。はい、次はちょっとまた香りに戻りまして。香りに戻りました、はい、こちら韓国のオプタウムというブランドになります、つい先日から取り扱いが始まったニューブランドでございます。ペーパーインセンスです。紙のお香でして、この紙に香りがついております。でこのままこの状態で、火をつけていただいて、あのお香として楽しんでいただくこともできます。火はつける、はい、つけなくてもいいし。つけなくても大丈夫。つけなくてもね、うっすら匂いがするよ。じゃあ中に紙が入っているってことですか。はい、なるほど。でこれを、名刺入れだったり、お財布に入れて使われる方も多いです。確かに確かに、はい、渡すときにちょっと匂いがするなと、はい、そうなんです。おしゃー、その方の香りみたいな。その他のグッズはこれは、こちらがピローミストでございます。そう、寝る前にシュッと一吹きして、
リラックスしてお休みいただけます。あ、うん、癒される香り、うん、え、癒される癒される、うん、奥にあるワンちゃん猫ちゃんがいても大丈夫なお香になっております。嗅覚が優れているので。あ、香りがそうか。あともう一個こちらなんですけども、はい、アンバーブラウンという香りでして、これが、韓国のお店とうちでのみお取り扱いがある香りでございます。遠い瀬田さんだけど、はい、あ、これもいい匂い。48回分で結構できますよね、はい、3410円でございます。そんな安いんですか。48回できますよ。そして次、食の方にこちらになります。こちらおすすめしたいのがこちらの焚き火ベーカリーというところ の、うんうん、紅茶セットになります。旅する紅茶って書いてあるよ、はい、中にちょっとマッチみたいな感じでチャイティー、カモミールジンジャーティー、レモングラス&ジンジャーティーといろいろと入っております。へー、こういう感じだ。あ、はい、知識の秋田です。そうなんです、ね、へー、確かにマイボトル持ってる人とか多いからね、うんうん、おすすめです。ニオというパック型のカクテルなんですけれども。ええ、そうなんです。え、もうカクテルというと、もうバーテンダーの方がこれですよね、作ってるイメージあると思うんですが、うん、こちらも完成したものがパックに入っているものになります。入ってる。そうなんです、うん、そのままコップに注いでいただくと、もうマルガリータの完成です。そう、ハンカチでも売るような感覚でエスプレッソマティーニが手に入ります的な。大切りもございます。わ、すごい、結構本格的。洗剤もご紹介させていただければと思います。スチーマリーという、あ、スチーマリーさんね、はい、お洋服好きの方へのギフトにぴったりのアイテムがたくさん揃っています。個人的に気になっているのがこのタンブラー、お洋服を乾燥機入れるときに一緒に入れちゃうと湿気を吸収してくれる。あ、ってことは早めに乾きま す, す、はい、これすごくない。これいいですよね。あとなんか柔軟剤代わりにもなるみたいで、一緒に乾かすと柔らかくなるそうです。こちら辺はこれが、洗剤になるんですけど、ランドリーデタージェントですね。大容量ボトルもずっと人気なんですけれども、うん、ホリデーシーズンに合わせて、うんうん、このミニサイズのギフトセットが出てきております。人気のシリーズが 1,2,3,4,5,6 個入っています。へえ、これじゃいいね、お試しね。自分の好きな匂い探しに行くのとかもね、はい、あと一番使うの、例えばデニムをよく履かれる方とか、これも試せますし、うんうんうん、あと白 T を使う、へえ、へえ、面白い。そんな違いあるんだ、うん、ねえ。ということでいっぱい見ましたが、ね、思った以上にすっごいジャンルがたくさんあった。そうなんです、ね、はい、パパにはマフラー、はい、チビマフラーいいかなって思って、はいはいはい、自分用にはボナベンチャーの巾着いいかなって思って、明智くんにはない。ないないこんな見たのにない。え、じゃあ保留保留保留お楽しみってことです。保留、言い方腹立つ。で、食はなんかとりあえず買っといて、はいはいはい、なんかいろいろなんかタイミングとかにあげたい。なんか人に12月でたくさん人に会うから、はい、ちょっと持っておきたいなっていう感じ。そうそう、そのために買いに行くのって結構手間がかかるから、うん、ちょっといろいろ買っといて、うん、ちょっと配りたいなって思った、うん、本当にご紹介しきれないほどまだまだたくさんありまして、多分紹介してもらうと1日かかると思う。時間に余裕を持ってきた方がいいですね。そうだね、一回に来るときは5時間くらい見といてもらって、新宿で半日潰すぞって勢いで来てもらって大丈夫です。でも本当に半日スッと消えちゃうくらい、うん、見て回れると思いますね。こんだけ量があると。はい、じゃあ皆さんは何が気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、ありがとうございます。ご来店お待ちしております。